こんにちは。お疲れ様です。いつもありがとうございます。お待たせいたしました。これより開催させていただきます。お願いします。ください。いや、あおら、あおらですか。イニエスタ選手の声。いつもノエスタ来ていただいてるみたいで、天皇杯も来てみたいだみたいで、ありがとうございます。一緒に初タイトル味わえてよかったです。あ、もう感動しました。ありがとうございます。サッカーやってるんでしょ。はい、やってます。攻撃がいいの、守備がいいの、どっちがいいの。どっちかというと攻撃です。あ、攻撃ね。よかった。じゃあ俺が教えられるものは何もないな。何か聞きたいこととかないの。左サイドでボールを受けた時に、うん、最初はどこを見ていますか。あー、最初ね、最初ね、あのね、もっと詳しく言うとね、最初どこを見るってより、ボールが来る前にもう前を見といて、来た時にはもうどこに出すかとかっていうのをある程度決めて、もらった時はその後相手がどう動くかっていうのを見てる。まっすぐ上に当たってるかなっていうのを確認して、1、2で、これがブレないようにしっかりボール見ながらで、1、2、3。10歳です。10歳か。8年。お、俺まだプロやってるかな、8年だったら。待ってるね、じゃあ。頑張ります。頑張ります。はい、俺も8年プロやれるように頑張るね。はい。本当に楽しかったです。3月、4月ちょっと大変だったんですけど、頑張ってこれてよかったです。俺から、ユニフォームのプレゼントがあります。やったー、やったー。一番喜んでびっくりした。本当のノエスタで応援できるの本当に楽しみにしてるので、はい、早く。それもやっぱりサッカーで勇気づけられるように頑張りたいと思いますんで、頑張ってください。バイバイ。よろしくお願いします。この度ですね、田中選手が自社ブランドで作成されたマスクの売り上げをですね、医療機関に寄付してくださるという、新聞記事を見てですね、はい、とてもその当時嬉しく思いまして、よかったです。いや、もう本当にあの時病院ではマスクも1週間に1枚しか使えないような状況で、本当に物が衛生物資が足りないって言ってる中で、ああいったプロジェクトもしていただいて、はい、とても嬉しく思いましたので、その思いを、おこがましいですけども、医療者を代表して田中選手にお伝えしたいと思って、ぜひその感謝を、はい、伝えたくて応募させていただきました。その説は本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ本当にいつもありがとうございます。思いとしましては、はい、僕が作ったマスクは医療用ではないので、はい、一般の方々に使ってもらって、少しでも、そのマスクの消費というか、医療者にマスクがこう回るようにと思って作って、はい、それが喜んでもらえて、なんか僕もちょっと嬉しいです。よかったです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。寄付も先日しまして、あ、もう本当に微力ながら寄付させていただいたので、あとヴィッセル神戸の選手の方でもみんなでまとまって寄付させていただいたので、それがうまく医療従事者の人たちに使ってもらえればと思います。ありがとうございます。本当にで、なんか少しでも神戸にいるので、はい、神戸の人のために動きたかったので、はい、よかったです。実際は医療現場はやっぱり混乱はしてましたか。普段だったらそこまで気を使わない通路であったり、ドアの開け閉めであっ
ってもやっぱり感染症どこから入ってくるかわからないので、それをすごく制限したりだとか、この病棟に入れる人はこの職員だけだっていうふうにどんどん数を取って、家族もいますもんね、その職員の方も家族がいて、はい、おっしゃる通りです、はい、ね、多分想像にできないぐらい見えない恐怖と戦わないといけないって感じていたので、はい、あ、本当にありがとうございます。ただ引き続きですもんね。いや本当そうですね。そうなんですよね。実はですね、太田さんのすぐ横には奥さんもね、はい、いてくれるようですので、はい、あの妻です。はい、こんばんは。はい、私まですいません。でもうすぐね、赤ちゃんが生まれるということで、はい、うわー、もう少しですね。そうなんです。そうです。スタジアムで試合見に来てね、待ってるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にですね、コロナウイルスが世界の脅威になってた3月から5月、いろんな仕事をしている人たちが各々の部署で各々の役割で一生懸命頑張って、この、まあ、本当国とか地域を支えてたっていうふうに思うんですけど、中でも本当に医療者っていうのは僕の中で最前線でやってるっていう自覚があってやってたんです。ただその中で、まあ、病気、怖い病気だったので仕方がないと思う部分もあったんですけど、傷つく医療者がいて、ちょっと中にはやっぱり世間に対する怒りを持っている医療者もいたっていう中で、自分もやっぱりちょっとささくれだった時期があったんですけども、田中選手がこうして声を上げてくださって、寄付してくださったり、ヴィッセル神戸がこうやって、まあ、ねぎらってくださったりっていうことをしてくれた中で、自分としては本当に心が軽くなりました。本当はですね、まあ、自分なんかよりもっとこう最前線で頑張ってる医療者っていうのはたくさんいて、こういうご褒美的なものをもらうにふさわしい人っていうのは本当に別にもたくさんいるんですけど、今回本当自分がこういうふうに田中選手との本当一生の思い出になるような時間を与えていただけて、本当に嬉しいなっていうふうに思ってます。少しお話もしましたけど、多分第2波も来るんですけど、これからも頑張っていこうっていうふうに思いました。お互いのその働く場で戦いがあると思うので、はい、本当に一緒に刺激し合いながら乗り越えていけるように一緒に頑張りましょう。で、ユニフォーム、ユニフォームプレゼントします、はい、あ、ありがとうございます。サインを入れて、はい、ありがとうございます。実は8月に家を建てるんですけど、おお、すごい、多方にします。いいとこ飾る。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。こんにちは。おー、すげー。喋るやん。皆さんよく聞こえますか？イニエスタ選手の声。聞こえますか？セオイエ、セオイエ、セオイエ。Bueno, con el chico a mi nasan. Bueno, en primer lugar, pues me hace ilusión y me alegra poder estar en esta charla con todos vosotros, sobre todo y como habéis escuchado muchas veces, pues agradeceros todo el trabajo, todo el esfuerzo durante siempre, pero sobre todo durante todos estos meses que hemos estado viviendo, no solo en Japón sino en todo el mundo, pero ahora que estoy hablando con vosotros, pues agradeceros todo ese trabajo. Bueno, yo, como sabéis, no soy japonés, pero bueno, me siento uno más de aquí, de esta ciudad, desde el primer día que llegué, y por lo tanto, pues como persona, como capitán del Vissel, como capitán de todos mis compañeros, pues os hago extensivo toda esa gratitud y daros las gracias y animaros y entre todos a seguir haciendo las cosas bien. Nosotros pues tomar todas las precauciones posibles y todos los cuidados para que sea lo mínimo posible de aquí en adelante, y nada más os damos las gracias una vez más.
y bueno, me han chivado que en estos días pues habrá algunos cumpleaños, por lo tanto para Omedeto. イニエスタ選手はスペインの方に人工呼吸器を自分で購入して送られたっていう話を聞きましたけれども、それは、いつ頃の話なんですか？Hemos oído que donaste a España respiradores. ¿Cuándo fue eso y por qué lo hiciste? Bueno, a lo largo de todos estos meses, pues bueno, España realmente ha sufrido muchísimo está sufriendo esta pandemia y bueno, he intentado ayudar de la manera que he podido, a medida de respiradores, a medida de camas, a medida de trajes de prevención, y bueno, pues se ha intentado ayudar de la mejor manera posible, sabiendo que eso pues era una herramienta importante para los verdaderos profesionales como vosotros, que sois los que el día a día pues estáis con los pacientes. Bueno, yo para acabar, pues bueno, ha sido un rato agradable y bueno, me remito a las palabras que he dicho al principio de agradecimiento, de fuerza, de solidaridad, de ánimo y bueno, que entre todos también pues seamos conscientes de la importancia de esto, que sigamos teniendo pues todos los cuidados posibles para, como ha dicho el doctor, pues esperando que en un futuro inmediato pues no haya otra situación parecida. Y nada, pues darle las gracias y decirles que en los próximos días pues llegará una camiseta firmada y bueno, espero visitarlos algún día, pero solo para saludar, no por otra cosa. Arigato.